さあ皆さん、今日は、ホットエリートのフェラーリ458イタリア GT2 です。ホットウィールエリートですから、精密なですね、やっぱりね。では早速、ボンネットから開けてみましょう。ちょっと塗装が剥げたんですよね、ここ黒がね。で、中身見ますね。中身見ます。これファンかな？ファンもありますね。続いて運転席見てみましょう。どうですか、この先生さ。シートベルトがすごいよくいいんですよ。シートベルトもね。これいいでしょう。いいですよね。では、エンジンルームを見てみましょうね。エンジンルームへゴー。こっちは塗装を剥げてます。こんな感じですね。こんな感じです。では、反対側のドアも開けてますね。これで、単語。いいですね。これもまたかっこいいですわ。フェラーリは、のデザインは、他社の車のメーカーの原型となったような気がするんですよね。続いて、全部閉めてみましょうね。優しいね、これ。優しい。前もこう閉めますね。はい、閉まりました。今、単語をします。一つ欠点があるんですよ。
塗装が悪いんですよね、ちょっと。この分だけかもしれないんですが。ちょっと塗装は、ツヤがない、あまりないんですよね。マーキングが入ってるせいかもしれないんですけど、ちょっと曇って見えますわ。まあ、今日もこういうところで勘弁しておきて売っちゃいますよね、しょう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